はい、皆さんこんにちは、初住です。今日は、廃墟パチンコの、第3弾目ですね。パチンコばっかじゃねえか。で、一応場所は、稲沢の萩原祖父江商店街の、まあ、廃墟パチンコですね。では回ってみましょうか。昔はもっと駐車場は一本あったんですけど、今はなんかもうない。じゃあ手持ちになりますけど、まあ、またちょっと回ってみます。はい。まあ大岩パチンコで、まあ上の方はこんな感じで。まあこれ何年か、10年ぐらいが前に潰れとるかな。もう20年。20年？そんなに25年ぐらい。まあ入り口はこうやってあって、まあ下はもう、まあまあ、もうゴミの山ですね、これね。で、一応ここに、うん、まあ入り口の扉があるんですけど、ちょっと中まで覗けるかというと、ああ無理そうですね、真っ暗です。はい。でこれがなブレーカーとか。剥き出しですね。わあ、50アンペアですね。一般の家庭ではまず50アンペアは使いませんね。あとはプロパンガスがこんな日の当たるところにあるのも危ないですね。で、ここは多分従業員の出入り口かな。上がステンドグラスだったな。横も回ってみるか。では横の方をちょっと回ってみます。あれ？え？あれ？スナップ死んでる。全然パチンコとは関係ねえだけなのがついてますね。スナック死？まあ換気性。え？まあ当然このスナックもないね。あれ？これスナックやな。そうそう。あれ？名前が違う。ああ名前違うな。パチンコな。あれ？あれで一応死んでやな。なんか結構靴の。うん、ガラスの靴ってことか。あ、ガラスか。ガラスの靴ってことは死んでるよ、うん、多分。あ、でこの、うん、鎖みたいなところがトイレ結構取るな、死んでるよ。うわすげえ、このサビ、この2階に行く階段のサビ、あ建物のこのトタンのサビ、うん、味があるな。相当年季が経ってるんだよこれね。うわあ、このタンクは何だろうね。あ、これは会員通り、トイレじゃない。じゃあ、なんかこのパチンコ屋の横から入る人はこのトイレ使うのかな。中にはないのかな。こっちにあった物はまあ移さないで、ここそのまま後ろに来ました。はい、真後ろです。はい。真後ろってまあ北の方ですね。もう途端ですごいサビが出て、パチンコって書いてあります。はい。で、こんな感じですね。で、まあ、後ろはこんなもんか。あれこれ何？トイレになってるよ。ん？これ。え？トイレになってるな。何これ？え？反対側からは行けるのこれ？すげえボロボロ、木がドドドーンってブカーンって、足元はこんな感じです。はい、うん、崩れちゃってすごい。あ、ちょっと中見えるな。あ、一応こっちの裏も一周できるんじゃないこれ。人は行けるな。できるよ。トシ君、中見える？どう？見えるよ。あ、じゃあ俺もちょっと手を危ないけど、カメラを買って中を見ます。まあ、物置だね。なんか、うん、段ボールにたくさんなんか積んでありますね。もうパチンコ、まあ、これ以上っていう感じじゃないよね。もうパチンコっていう感じじゃないね。なんかの物置ですね。もうあれ DVD じゃないかな、手前のこの見えるとおりの。ちょっとズームしてみますけど、これ一番上なの DVD じゃない？これ
まあまあちょっと待って、としくん今変わります。一番手前のなんか足元が、うん、これだから。ぐしゃ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 ってなってる。後から拡大しれば。でまあとしくん今写真撮ってるんですけど、じゃあ僕はまあ少しずつ回っていきます。はい。これがもう真反対の西側の部分ですね。まあ入れないようにな、うん、板が張ってあります。はい。あれ？ん？この建物のここは多分、うん、これも倉庫だったのかな。倉庫ですよね、これは。まあ、暗いもんであまり、ちょっと、いや、すっごいですね、下が。ああ。まあ。あれ？なんでここにタイヤがあるんだろう。ここもなんかもう物置ではないけど、なんか崩れとるような感じの。おい、それよりこれ、これ何？あ、ほんで？何？え？トシ君がなんか言ってます。あれ？これ DVD じゃない？あ、CD もある。あ、CD もある。VHS だね。シングル CD もある。あ、何これ？何これ？多分ここから出たあれやろうな。じゃねえやろこれ多分。うん。まあ、うん、CD あの昔の市民ゴミからこれあれやでしょ。しかも結構あれじゃない？エロ系のあの VHS じゃない？これだな。うん。これ中身入っとるの？これもう袋満タンですよ、はい、これ入ってるからあれやん、パッケージ開けてね、新品かも、新品ってあの新品というかあの、うん、あのパッケージ入ってね、あれが、うん、なんだこれ、ロミオウォールか、あ、でもこの山のちょっとこれ写していいのかちょっと分かんないけど、あ、うん、完全なエロ系の、うん、VHS でね、ちょっと一個ちょっとあ、これあかんな、うん、あんまりエロ系はちょっと映したくないから、あ、うん、まあこの辺にしとこう、トシ君、はい、うん、この山の中にはこういう VHS がとか CD がありました、はい、これ JAF のあれじゃない、これは JAF JAF マークすごいね、こんな感じでドーンって塊でありました。では、うん、さっきのちょっと中を映したこっちから行きます、はい、もう途端ですね、多分これは、2階のなんか部屋の窓でしょうね、うんうん、ここしかないですね、うんうん、さっきは向こう側窓なかったから、でこの下は、まあ、もう瓦礫というかもうすごい状態です、はい、なんだこれ、こっち取れるか、あ、またタイヤが、あります、ね、あれこっちかなんか覗ける、いやいや何、うん、なんかのちっちゃい倉庫です、はい、で、これで正面に戻ってきました、はい、では一応、祖父江の商店街のところのパチンコから中はでは、もうパチンコ屋の何じゃないですか、では、みんないかがだったでしょうか、今日は3軒目の、廃墟パチンコの方に来ましたね、でまあ、ちょっとだけびっくりしたけど、なんかね、あんな、うん、びっくりしたし、まあ、隣の人も多分民家の人もおったもんで、うん、最後のはちょっと小さめに喋ってました、はい、ではまた次回はまたどっかの廃墟に行きたいと思いますね、うん、まあ病院だけはどこな、まあ、廃墟病院はやめとこうね、まあまあ、としくんは結構ね、廃墟好きだからね。うん
だから、そういう、まあ、このシリーズは初十でまた続けます。じゃあまたみんな会いましょう。初十でした。都市でした。都市開拓ハブでした。